イタリアのヴィン様と、ドイツ鉄道の ICETV がお送りする、コペンハーゲンの、街歩き。ということで、今回は、デンマークの首都であり、ロマンチックでメルヘンな建物が立ち並ぶ、コペンハーゲンの街を紹介したいと思います。前日は、合計12時間以上列車に乗ってたから、ちょっと今日は鉄道の話題は控えめ。北欧の魅力あふれる、コペンハーゲンを、たっぷり紹介していきますね。私も久しぶりに来たから、すごく楽しみです。それでは早速、コペンハーゲンの中央駅から、市内の各名所に行ってみましょう。金ちゃんこんなんで本当に平気？わざとらしすぎない？大丈夫大丈夫。それから、前座で出す映像、思いっきり季節外れだから、すぐバレると思うよ。チェックしたら映ってるのは、冬服の人ばっかりじゃない。ではまず、コペンハーゲン中央駅から、視聴者を目指してみましょう。駅の中央出口の真横には、早速、メルヘンの世界を作り出した施設があります。これは、1843年に開園した遊園地、チボリ公園です。中は、庭園と、小さな遊園地が組み合わさった、素敵な空間になっています。決して敷地は広くなく、近年のテーマパークのような、ダイナミックさもないのですが、小さく、可愛らしくまとまった公園は、おとぎの国を連想させます。前回からたびたび登場している、作家のアンデルセンは、ここを訪れて構想を練り、世界中で親しまれる童話を、生み出していきました。それから、ウォルト・ディズニーも、チボリ公園を参考に、自身の考える遊園地を具体化していったそうです。つまりここは、ディズニーランドの原点でもあるんです。倉敷だけじゃなく、舞浜ともつながりがあるってことですね。そんなチボリ公園の、メインエントランスに面した通りを歩いていくと、すぐに次の名所が待っています。こちらは、レンガで作られた建物に囲まれた、視聴者広場です。ここはコペンハーゲンの中心部であり、様々なイベントが開かれます。と、通り一辺の、つまらない紹介をしてみました。実を言うと、ここまでの映像は、2019年以前に撮った、通常時のもの。2022年に訪れた時は、この辺りの様子が、全く違いました。チボリ公園前の大通りは封鎖され、フェンスの中に、巨大なトラックが、何台も鎮座しています。また、視聴者前の道路にも交通規制がかかり、競技場のようなスタンドや、看板が並べられていました。横断歩道も封鎖されていて、専門の誘導員がいる場所に行かないと、横切ることができません。実はこの日、まあ前回、前々回の動画で、コメントをくださった方が何人もいらっしゃいましたが、私たちがコペンハーゲンを訪れた時、ちょうど、世界最大規模の自転車レース、ツールドフランスが始まるところでした。到着の翌日から、第1レースがスタートし、3週間にもわたる、長い戦いが、幕を開けようとしていたのです。チボリ公園前に並んでいた車両たちは、大会の模様を中継するための、移動式テレビスタジオでした。選手たちと並走するカメラバイクや、上空を飛ぶヘリからの映像を、ここに集め、国際映像として、世界中に放映するんです。公園裏側の通りには、各種計測機器や、テレビ、ラジオ中継機器などに電力を送る、可搬式の発電機。そして、フランスからここまで、各大型トレーラーを牽引してきた、トレーラーヘッドが、所狭しと駐車していました。日本の NTT も、テクノロジーパートナーとして、参加しています。各カメラの映像データを、中継センターに伝達するのはもちろんのこと。選手たちの現在位置や速度、勝敗を左右する、現地の天候を、世界中で観戦している人たちに、リアルタイムで提供します。最近では、こうしたデータと、AI を組み合わせて、どのチームが、どういう戦略で動いているのか、その作戦が成功する確率や、予想時間まで、可視化しているんだとか。スポーツの世界も、面白い進化をしてるんですね。そこで今日は、急遽予定を変更して、自転車レースのお話をさせていただきます。もちろん、鉄道も出てきますよ。本当はこの話題、現地にいるゆくりにやらせようと思ってたんです。ところがあのバカは、選手や機材を目にすると。うおー。すっげー。はえー。
の3つしか言わなくなるので、私たちが引き続きご案内することにしました。最初はまともに話をしていても、だんだん現地の雰囲気に飲まれて、何を言ってるのかわからなくなるしね。あれ、自分でもわかってないらしいよ。だろうね。ルマンとかラリーでもそんな感じがしてた。うおーおーおー、すげえ。でしょ？かっけえ。しまた、それもあったか。ツールドフランスとは、直訳すると、フランス一周。名前が表す通り、フランスを舞台で争われる、自転車レースです。1903年に、第1回が開催された、歴史あるスポーツイベントで、2022年は、109回目にもなります。最初のうちは、首都のパリをコースに設定できないほどの規模でしたが、開催回数を重ねるうちに、知名度、大会規模が大きくなり、今では名実ともに、世界一の自転車レースに成長しました。ツールドフランスにあやかって、ツールドなんとか、と名付けた自転車イベントも、多数存在します。このレースは、基本的に、フランス各地を回るものですが、近年は周辺の国でスタートを切り、その後、フランスに舞台を移す、という開催方法も増えていました。2022年大会は、まさにそのパターンです。まず、デンマークの首都、コペンハーゲンをスタート。その後2日間、デンマークを舞台に、長距離レースをした後、本国フランスに移動し、さらに2週間半、過酷な戦いが繰り広げられるスケジュールでした。この競技は、ロードレースといい、マラソンのように、市街地や公道を、長い距離走行します。1日に走破する距離は、200キロ前後。コースによっては、自動車でも、走るのに苦労するほどの、急坂を登ることもあるそうです。合計、3週間に及ぶ走行距離は、3300キロにもなります。参加するのは、世界でも有数のトップチームばかりです。その中でも、精鋭が選抜され、それぞれが、この3週間に向けて、最高の状態を出せるように調整しています。サッカーで言えば、ワールドカップのようなものですね。あ、銀ちゃんごめん。え、何が？あ、忘れてたのに、ごめん本当にごめん。そんなことより、ツールのお話です。私たちが、デンマークに到着する前日、先ほどの視聴者前広場には、特設ステージが設けられ、参加するチームや、各選手を紹介する、オープニングイベントを開催。選手たちを一目見ようと、大勢の人が、広場に押し寄せていたそうです。デンマークでは、レースが始まる前から、国や町を挙げて、世界最大の自転車レースを盛り上げていました。この国は、国土が平坦なこともあって、環境に優しい移動手段、自転車を、積極的に推進しています。そのおかげで、自転車に対する注目度が高いのです。っていうのもあるんでしょうけど、何しろツールドフランスは、オリンピックやワールドカップと並ぶ、人気のスポーツイベントです。知名度が高く、レースの模様は、世界各国に中継されます。特に、グランデパールと呼ばれる、大会初日は、大きな注目が集まる日です。街中を、選手たちが疾走する映像が、テレビやネットで、何度も流れます。それにもちろん、私たち、いや、ゆくりのように、実際にレースを見ようと、街を訪れる人も大勢いますよね。こうしたことが、街の活性化や、観光プロモーションにもつながることから、コースの設定には、国や自治体が、オリンピックさながらの、熾烈な誘致合戦を繰り広げてきました。ちなみに、ツールドフランスが外国をスタートする例は、今回で、10カ国目になります。このように、注目度が高く、何年にもわたる交渉の末、ようやくデンマークが勝ち取った、スタート地の権利。しかし、実際に開催されるまでは、大きな壁が、立ちはだかっていました。というのも、大会を、デンマークから始めるスケジュールは、本来なら、2021年に予定されていたものです。ですがこの年はまだ、各国でコロナの影響が残っていたため、フランス国内のみに、規模を縮小して開催。大規模な遠征は、1年延期になっていたのです。こうした我慢の背景もあって、コペンハーゲン市内は、レースが始まる、何日も前から、熱気を帯びていました。ただ、その影響で、コペンハーゲンの宿は、ほとんどが満室。普段は、7000円程度で泊まれる、格安のお宿も、1泊2万円を軽く超えていて、
完全に予算オーバーでした。そこで、我々ゆっくり歌劇団が、滞在地に選んだのが、コペンハーゲンの東、30キロの場所にある、マルメです。ここは、お隣の国、スウェーデンの街ですが、距離が近く、電車の本数が多いので、簡単に行き来ができます。両都市の所要時間は、快速列車で40分です。通勤や、生活圏内であるため、日常的に、国境を越える生活をする人も、珍しくありません。例えば、スウェーデンのマルメに住み、デンマーク、コペンハーゲンの会社に勤務する、といった感じですね。私たちは、2日間、スウェーデン南部の町に泊まり、隣のデンマークまで、鉄道でアクセスしていました。スウェーデンも、いいところでしたね。滞在中、ずっとお世話になっていたのが、スウェーデン南部のターミナル、マルメ中央駅です。開業は、1858年。ですが直後に、大火事が起きてしまったり、ホームの拡張が必要になったために、何度も取り壊されていました。現在の駅の原型ができたのは、約30年後の、1891年です。この時できた、赤いレンガ造りの建物は、今でも使われています。その後、1924年に、現在も列車が発着する、地上ホームと、大きな屋根が完成。マルメ中央駅の基礎が出来上がりました。今日、この駅では、列車が発着するホームが、2層に分かれています。一つは、今ご紹介した、地上の発着場所。半円形の、大屋根の中にホームが並ぶ、行き止まり式の構造です。石造りの駅舎が隣り合い、小さいながらもおしゃれな雰囲気が漂います。スウェーデン国内各地を結ぶ列車はもとより、珍しいものでは、東ドイツからの国際列車も、かつては発着していました。今も、季節限定で、ドイツの首都、ベルリンから、寝台列車が運転されます。つい最近までの運行形態は、ドイツ北東の島から、車両をフェリーに乗せて、海を縦断。スウェーデン南岸の港で、列車を降ろし、マルメまで向かう、という方法でした。ドイツと北欧を隔てる海には、車両をフェリーで運ぶ路線が、2つあったんですよ。けれども現在は、両方とも運行を終了してしまい、ユートランド半島を経由する、地続きルートに切り替わっています。マルメ中央駅の、もう一つの発着場所が、2010年に開業した、地下ホームです。それまでこの駅は、東側にしか線路がない、行き止まりの駅でした。駅のすぐ西側は、運河になっていますし、さらにその背後には、港しかなかったので、通り抜け構造にする意味がなかったんです。しかし1995年、海の先にある、デンマークのコペンハーゲン島をつなぐ、海峡大橋の建設がスタート。2000年には、デンマークとスウェーデンが、陸続きになります。この時のマルメ中央駅は、橋から伸びてきた線路を、駅の南側で大きくターンさせ、従来の地上ホームに接続する形が取られていました。けれどもこれでは、方向転換が必要になり、再び出発するまでに、時間がかかってしまいます。マルメを終点にするなら、この方式でもいいのですけれど、そこからさらに、先の町に行くには、不便な構造です。地上ホーム自体の数も少なく、列車の増発が難しいことから、新たなホームが求められました。そこで、今までの駅の地下に、通り抜け構造のホームを新設。列車の効率的な運転が可能になりました。現在、マルメとコペンハーゲンとを結ぶ列車は、ほとんどが地下の発着です。構造はシンプルで、ここからさらに、北東方面へ、ホームと、コペンハーゲンへのホームが、一つずつ、方面さえ分かれば、迷うことはありません。ここを発着する列車のうち、青紫色の電車は、スウェーデン国内のみの運転。グレーの車体の電車が、コペンハーゲンへ走る、国際列車です。デンマークへ行く快速列車は、日中、20分に1本の割合で運転します。せっかくですから、マルメから、コペンハーゲンまでの車窓を、簡単にご案内しちゃいましょう。マルメ中央駅を出発した、コペンハーゲン行きの列車は、しばらく近く間を走行します。途中、マルメ市の歌劇場や、アリーナの最寄り駅に止まったら、いよいよ、デンマークとスウェーデンを隔てる、エーレスン海峡が現れます。ここで一つ、お断りです。この場所の名前は、エーレスンド海峡、オーレスン海峡など、表記がまちまちです。
これは、現地の発音が、お、が混ざった音のため、正確に表示できないんですよ。ここに架かる、エイレスン大橋は、全長 7.8 キロにもなります。橋の上段に自動車、下段に鉄道が通る、2層構造です。瀬戸大橋や、レインボーブリッジと同じですね。ですがこの構造のため、海を渡っている間は、常に柱が視界を遮り、景色はいいとは言えません。でも、明るい時間に、流れゆく柱を見ていると、ちょっと面白いものが現れます。海上の、国境の部分にだけ、デンマーク、スウェーデン両国の国旗が、塗装されているんです。場所は、ちょうど真ん中、ではなく、少しデンマーク寄りのところでした。なぜ、橋の中央ではなく、偏った位置に境があるのかというと、国境自体が、両国を隔てる海の真ん中にないからです。長さ約15キロの海峡のうち、スウェーデン側の海となっているのは、海岸から5キロ地点まで、残りの10キロは、デンマークとなっているんです。でも、それだけじゃありません。この橋自体が、少しずれて架けられているんです。実はこの、エイレスン海峡大橋は、デンマークと、スウェーデンの領土を、直接結ぶ構造じゃないんです。デンマークよりの海に、細長い人工島があり、そこを境に西側は、海底トンネルなんですよ。海峡大橋は、海面から橋桁までの距離が、57メートルは確保されています。ですが、それよりも背の高い船が、海峡を通ることを考慮して、高さ制限のない場所を設けたのでした。橋を渡り終えてデンマークに入り、比較間を走ると、間もなく列車は、コペンハーゲン国際空港に到着します。コペンハーゲン空港は、北欧有数のターミナルです。ヨーロッパ各地はもとより、南北アメリカ、アフリカ、アジアなどの、長距離路線が発着します。お隣スウェーデンの丸目にも、空港はあることにはあるのですが、規模が大きくなく、短距離路線しかありません。その上、スウェーデン最大の空港がある、首都のストックホルムは、500キロも離れています。なので、飛行機で丸目にアクセスする場合は、隣国デンマークの、コペンハーゲンに降り立ち、鉄道に乗り換えるのが、最も効率のいい移動になるわけです。先ほどの橋がなかった時代、コペンハーゲン空港からは、丸目に直行する、ホバークラフトが往復していました。所要時間は、片道およそ、35分。航空便と接続する形が取られ、現代の鉄道に匹敵する速度で運行していたそうです。なぜ、高速船ではなく、ホバークラフトだったのかというと、北欧の海が抱える事情にありました。というのも、デンマークとスウェーデンの間にある海峡は、冬季に凍結することがあり、通常の船は、航行できなくなる期間があったからなんです。昔は、海が完全に凍ってしまい、両国の人が、歩いて行き来していたという話も残っています。ですので、水上、陸上の区別なく、高速で進める特徴を持つ、ホバークラフトが用いられていたのでした。このサービスは、1984年から、10年間続けられましたが、1994年に、通常の高速船に交代。その連絡船サービスも、トンネルと橋によって、廃止されてしまいました。でも、丸目の町には、かつてホバークラフトが発着していたターミナルが、今も残っています。近々解体するみたいですけどね。解体によって発生する廃材を、可能な限り、別の建物に再利用する、新しい工法の実験モデルになるそうです。さて、だいぶ話がそれましたが、そろそろ、コペンハーゲンで行われている自転車レース、ツール・ド・フランスに、話を戻しましょう。あ、最後にもう一つだけ、鉄道に関連した話題を言いますね。皆様は、前回の動画の最後を覚えていますでしょうか。コペンハーゲン中央駅の構内に、見たことのない旗が飾られていたのを、お見せしたかと思います。あれは、国旗や街の紋章ではなく、ツール・ド・フランスに関わりのあるものでした。このレースでは、参加する選手の中で、最も合計タイムが少ない人、山岳区間で、最も速い人など、大きく分けて、4つの賞が用意されていて、それぞれに、シンボルカラーが設定されています。それを、一つにまとめたものが、あの見慣れない旗の正体だったのです。4つに区切られたスペースの中に、黄色、白、緑、そして、白地に赤い水玉模様があり、
同じデザインのポスターが、駅のホームや市内各所に掲げられていました。この大会は、初日と2日目とで、レース形態が大きく異なります。2日目以降は、スタート地点となる町から、遠く離れた町へ、移動していくスタイルなのですが、初日は、コペンハーゲン市内を一周する、短距離コースでした。また、通常のレースは、1チーム8人の選手が協力し、ライバルたちと戦う形態なのに対して、1日目は、選手一人一人による、個人戦なんです。コペンハーゲンの市街地に設けられたコースは、13キロで、選手一人当たりの競技時間は、15分程度です。距離が短い分、スタートからゴールまで、常に全力疾走で走ります。平均速度は、時速50キロ以上。空気抵抗を少なくした、特別な自転車を使用し、選手は、優先形のヘルメットを装着して、レースに臨みます。確かに、少し見ただけでも、後輪にはカバーがかけられて、空気抵抗の低減を考えているのがわかります。その他、ハンドルからフレーム形状、チェーンに至るまで、少しでも抵抗を減らし、速度を上げるために作られているんですって。なんて、細かいことは、別の専門家にお任せするとして、もう少し気楽な部分に焦点を当ててみます。初日に実施されるレース形態は、見る側にとって、長く観戦が楽しめる日です。通常のルートは、長い一本道。しかも、選手たちは、ある程度固まって通過するので、目の前で実際の競技を見られるチャンスは、一度きりで終わってしまいます。この点は、マラソンと似ていますね。しかし初日は違います。1分ごとに、一人ずつ選手が走り出しますから、同じ場所に留まっていても、長い時間、観戦を楽しめるんです。出場する選手は、およそ180人。つまり、3時間も、トップクラスのレーサーの活躍を見られることになります。特に、ラストスパートをかける、ゴール手前の直線は人気が高く、朝早くから、場所取りをしている人がいました。第一走者のスタートは、午後4時から。コペンハーゲンの中心部で、かつては要塞だった、エルステッド公園をスタートし、市内各地の名所を通った後、視聴者前でゴールします。もちろん、あの人魚姫像の前も、通過しますよ。でもあそこの道は、本来、公園内の遊歩道です。自転車や自動車が、高速で駆け抜けるようには作られていません。舗装は滑りやすいですし、狭く入り組んでいて、アップダウンも多く、速く走るのに苦労することでしょう。ここで失ったタイムは、大通りで取り戻します。きちんと舗装された、広い道で、選手たちは、持てる力の全てを発揮し、最高速を記録します。しかし油断は禁物。途中に、円形の交差点、ラウンドアバウトがあったり、通行車両の速度を落とさせる、スピードバンプが設置されていて、これらに気をつけなければなりません。なんか見てたら、一切減速せず、障害物なんかないような通過をしてたんですけどね。さらに、旧市街地区は、滑りやすく、車体が安定しない、石畳が現れます。そんな場所で、一気にスピードを落とし、直角に曲がる箇所も、多く存在します。その上デンマークは、夏でも天気が安定せず、時折冷たい雨が街を濡らします。そうなると、視界が悪くなり、タイムが落ちるだけでなく、転倒のリスクも増えてしまうんです。実際、時間帯によっては、強い雨が吹きつけていました。そんな中でも、お構いなしに、レーサーたちは全力疾走します。最も速度を上げられる箇所では、時速80キロ台後半まで出ていたそうです。午後から3時間にわたってトップ選手が駆け抜けていき、デンマークの人々と一人のアホを沸かせたコペンハーゲンの道路。しかし、競技が終わると余韻に浸る間もなく、すぐに撤収が始まります。最終のランナーが走り終わると、続いて大型トラックがコースに現れ、沿道に設置した柵を手早く回収していました。ゴール地点に行くと、特設スタンドも小さく折りたたまれていて、トラックに牽引される準備が整っています。これらは、翌日以降に開催されるステージで再利用しますから、さっさと片付けて、新たな場所に移動させなければいけないんです。お祭りの終わりの雰囲気で、ちょっと、寂しさを感じますね。さて、北欧で開幕した、2022年のツールドフランス。
翌日は早くも200キロを超える長距離ステージが待っています。そこで今度は鉄道を使い長い距離を走る一段を追ってみたいと思います。本当は自転車レースネタは一度で終わる予定でしたが、予想外に話が長くなってしまいました。次はもうちょっとぎこちなさが消えるといいな。それでは皆様、私たちの慣れないジャンルの解説にお付き合いいただいてどうもありがとうございました。銀助、AD、お疲れ、すごかったな。いやー、来てよかった。ゆっくりさん的に、何がすごかった？何って、そりゃー、全部だよ。もっと具体的に言わないと。ごめん、これはもう言葉にならない。とにかく。本当に、やらせなくてよかったね、でしょ？